令和3年6月27日です。よろしくお願いします。本日は日曜日ですので、WMN 通りもんカップです。はい、よろしいですか。では、予選第1ラウンド A 組3分間周回レーススタートです。スタート。岸さん、マーシャルお願いします。中央点灯、マーシャルお願いします。佐藤龍門カップ予選第1ラウンド A 組、トップはワッタン、ミスターこれでトップカズちゃん、2番手上松選手、3番手ワッタン、4番手松村、5番手ツーパパ、6番手マセ。はい、序盤の45秒が経過いたしました。レースは残り2分15秒。トップはったんに、いや、トップ上松か、トップ上松、現在計測ストレート1コーナーイエローグリーンのマシンがトップ上松選手、その後ろ白赤黒のマシンがワッタン2番手、3番手に松村選手かな、あ、ちゃうわ、3番手片山選手か、4番手スーパーパ選手抜けてんの、あ、抜けてんのか。残り1分45、残り1分45秒です。さあ、これトップ松村ね、トップ松村、じゃあトップ上松、トップ上松、2番手松村、3番手ワッタン、4番手片山、5番手マセ、6番手ツーパパ。さあ、ワイドツーリング初参戦の松村選手は非常に調子がいい。残り1分です、残り1分。むしろパワー差が埋まるからワイドの方がええかもしれない。さあ、残り1分です、残り1分。トップ上松、イエローグリーンのマシン、2番手にこれでワッタンが上がってきて白赤黒、3番手に松村選手も白赤のマシンか、3番手松村、4番手グリーンが片山、5番手マルボーロマセ、6番手赤白青のツーパパ。残り時間は30秒です、残り30秒、残り30秒。とにかく松村さんの計測が読まへんな。さあ、残り20秒です。さあ、間もなく残り10秒、大丈夫大丈夫、残り10秒。さあ、松村片山が近いか、3番4番。さあ、間もなく3分経過、タイムアップ、2パパゴール、松村かずちゃんゴール、マセゴール、ゴール、で、続行中、まだ動かないでくださいね。はい、電車ゴールです。トップゴールは上松選手、18ラップ3分6秒17。はい、続きまして、B グループの方、くじ引きご準備ください。はい、 B グループの方、くじ引きにて操縦台を決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ください。出走ドライバーは水越選手、岸井選手、阿部選手、店長。34番エントリー、左右中取られた。はい、B グループ出走は水越選手、岸井選手、阿部選手、店長、ナローツーリンクラス車両で争われます。はい、じゃあ行きますね。スタート10秒前、出ない、あ、出た。あ、こけてる。1周目トップ水越、2番手店長、3番手阿部、4番手ちょっとなんかトラブルがあったのか、いい選手。
水越店長が近い。もうテールズノーズ。さあ、この後ろ、腰淡々と阿部が狙っている。あ、来た来た。1位、2位の差はコンマ5秒。さあ、残り間もなく2分。あっと、阿部選手がちょっとクラッシュ。お、水越選手が会長にじりじりと突き放している。もっと青だ。なるほど。お、水越さんいただきですね、これね、今回ちょっと。早い早い、水越選手早い。水越選手が早い。会長にトップを独走しております。さあ、このままノーミスで決めるのかと思ったら、やってしまった。さあ、またまた店長との差が詰まってしまった。さあ、ここでどうなるどうなる。さあ、残りが走行しているうちにもうすぐ1分となります。さあ、このままこっからノーミスで決められるか。やめようたら。言うたらやばい。さあさあ、残り50秒。さあ、トップ水越、2位店長が近い。阿部さんはちょっと離れちゃったかな。さあ、残りが間もなく30秒。残り30秒。また水越さんがだいぶ突き放してきた。さあ、残り20秒。さあ、これ、おかったー、こけた、こけてしまった。店長の思うつぼ。残り10秒。なんという。さあ、タイムアップ、32番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 、
はい、続いてご準備できたら結構ですね。今日は一組少ないんでぼちぼち行きます。続いて C グループは GP6 クラッシャー寮で争われます。水越選手、綿崎選手、上松選手、阿部選手、ご準備ください。 OK、 はい、じゃあ横一列です。あ、すいません、マーシャルお手伝いね。あ、いらんか。いや、GP6 はこけるやん。はい、では参ります。トーリモンカップ予選第1ラウンド C グループ、10秒前、3分間周回でスタートです。フライングにご注意ください。お、いい感じ。あ、そうか、トレーノが綿崎さんか、NSX が阿部さん。トップ水越、2番手マッツン、3番手綿崎、4番手阿部。お、いい感じ。おっと、ちょいミス。さあ、序盤の1分がまあまだ経過。おっと、さあ渡崎選手だったか。トップを走るのが赤いトヨタ GR スープラ水越選手、そのすぐ後ろにカストロールカラーの GR スープラ松津、3番手に残り2分トヨタ
スプリンタートレの GTV、ワッタン3番手、4番手にホンダ NSX 初代ですね、初代ホンダ NSX の阿部選手。さあ残り時間は1分30秒。ああ転倒、マッチお願いします。はい、ありがとうございます。さあトップ水越2番手植松、落ち着いて落ち着いて、後ろ気にしない、全然ペースで負けてませんから。さあ残りは1分です。残り1分、トップ水越2番手松野、3番手阿部、4番手ワッタン。さあ残り時間ここで、ああやったー、まだ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 。さあこれで阿部選手が美味しかった、トップ植松、2番手水越、3番手阿部が後方2秒、4番手ワッタンが 2.5 秒。水越さんいけるよ、結構前余裕ないから、前余裕ない感じやから、前あんまり余裕ない感じや、そんな離れてない、走りも結構子供じみてる。さあ残り30秒、残り30秒、トップは植松、さあ白いマシン、後ろ赤いマシンが水越選手、3番手に阿部選手オレンジ色、4番手に末端が白黒。残り12秒残し、さあもう一周入るかギリギリのところ、トップグループ。さあ残り10秒のコール、これはもう一周入ります。さあファイナルアップ上位2台、ここで3分経過、まずは阿部選手ゴール、ワッタンがゴールできない、ワッタンゴール。さあ上松かろうじてトップゴール、2番手水越選手でお疲れ様でした。では予選第1ラウンド終了しましたので、インターバル5分間です。5分後予選2回目行います。はい、じゃあ前列後列だけ先ほどと入れ替わりで、前列はカズちゃん、上松選手、ツーパパ選手、前列グリッドにおつください。大丈夫出してんねん。そうやってプリウスって暴走すんじゃろな。よかったな、ミニッツで、ミニッツでよかった。もうそしてずっと俺は大丈夫やったのに、アクセルが離れてへんかったってずっと言うんやろな。怖い怖い、もうよかったな、マーさんもミニッツで。はい、では参りたいと思います。トリモンカップ予選第2ラウンド A 組スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました、トリモンカップ予選第1ラウンド A グループ、ワイドツーリングクラッシュ車両で争われております。トップ植松、2番手カズ、3番手マセ、4番手スーパパ、5番手ワッタン、6番手松村。いいですよ、電車流れております。さあトップ変わらず上松キープ、2番手に片山、背後 0.8 秒、3番手マセが 1.4 秒、 0.6 秒で4番手ツーパパ、5番手松村、6番手後出し。さあ落ち着いて落ち着いて、こっからこっから。さあ序盤の1分が経過いたしました。レースは残り2分です。残り2分、おっと、さあ一瞬危なかったがクリア。トップ上松キープ、イエローグリーンのマシン、2番手グリーン一色が片山選手 1.4 秒後方、3番手に丸ボールマセ、4番手、松村ワッタン、
さあ残り時間1分30秒です。残り1分30秒さあ松村ワッタンが入れ替わって4番ワッタン5番手松村6番手2パパさあレースの方は残り1分10秒です。残り1分10秒トップがイエローグリーンのマシントップ上松選手最後グリーンのマシンが片山選手後方 2.7 秒。3番手にマルボーロマセ4番手ワッタン5番手松村6番手スーパパさあ残り1分切りまして残り50秒です。3分間の周回レース2分強が経過いたしました。トップ上松2番手片山3番手マセ4番手ワッタン5番手松村6番手スーパパさあ残り間もなく30秒です。残り30秒残り30秒お松村2パパ初参加バトル5番6番残り20秒です。残り20秒トップ上松がこのまま走り切るか2番手片山背後3秒以上の距離が空いている。レースの残り時間は間もなく10秒です。トリオモンカップ予選の 第2ラウンド A グループさあトップ上松非常にいいペースで3分間ここで経過ゴー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 レース続行中レース続行中はいデジャコルでーすこれは上松選手18ラップ3分2秒6本まあまあぼちぼちぼちはい続きまして B グループの方ご準備ください。どうかなこれで持ってますかね。はい B グループの方操縦台お決めになりましたらウォーミングアップランご走行ください。はい続きまして登竜門カップ予選第2ラウンド B グループB グループはナローツーリングクラッシャー寮で争われます。なら前列は操縦台1から3の人はいスターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド B グループ3分間周回でスタートです。スタート10秒前スタート。さあ水越選手がスタートを決めた。さあこのまま逃げ切るか。お、2位3位がアラスバソルが。お、やりますね。店長だ。店長転がってた。マーサーもミスった。お、これは1位水越、2位阿部、3位がマー、4位岸、5位店長。お、水越さんが大量リードさあこれいけるか1位2位の差が 1.7 秒。お、これ大量リードですね。その後ろがまあで岸井店長ちょっと今膨らんだ危なかった今おーあーとこれでいる。さあ間もなく残りが2分になるところ残り2分でもこのリードですからね。1位水越、2位阿部。さあこれで阿部が帰ってきて1位2位の差は 2.5 秒。もう余裕ですね。さあその後ろがまあ、そして店長岸。さあもうこれはもう何を言っても無駄ですね。もう盤石ですねこれはねもうね。さあ水越、阿部、まあ店長、岸さあ今のところもみんなばらけてるんで特にバトってるところはないがまあが近づいてきた。阿部にまあが襲いかかる。さあ残りが1分15秒といったところさあどんどん近づいているまあの勢いがすごい。さあ仕掛けるか仕掛けないまだ。さあ残りが岸さんが止まっちゃった。
さあこの勢いで1位にも近づいていくのか。残り1分。さあどうだどうだ。ああただやっぱり1位はペースが速い。おっこれどうだ。おマーが揺さぶりをかける。残りが45秒。並ぶがなかなか前には出られない。その間にも水越は逃げていく。さあ残りが間もなく30秒。さあマーはどこで仕掛ける。仕掛けるのか。さあ残り20秒切りました。ねえ余裕ですわ。残り10秒、ファイナルアップ、ファイナルアップ。3、4、3、2、1、水越さん、無視。タイムアップ。さあ、これで、マーが2位でゴール。3、やべ。キッチョンゴール。さあ、キジーさんゴールで、これで、はい、電車ゴールです。注目度わからへんかった。はい、お疲れ様でした。予選第2ラウンド B グループ終了しまして、トップゴールは水越選手の16ラップ13分10秒87、16ラップ唯一マークいたしました、水越選手。では続きまして、ご準備でき次第 C グループ予選第2ラウンド参りたいと思います。はい、よろしいですか。では横一列スターティングリッドにお付けください。C グループは GP6 クラッシャルで争われます。先ほどトップゴールが、上松選手が15ラップの3分9秒。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。トーリモンカップ予選第2ラウンド C グループ3分間周回でスタートです。スタート10秒前。さあスタートします。いいスタートですね今の。さあいいスタートを決めたのは赤いマシン水越選手。後ろ上松、阿部、和田の順で続く。さあ1、2、3、4、まだまだ数珠つなぎ。大丈夫大丈夫、生きてる。まあまあかなりのトラップラインでしたからね。それで落ち着いてるのが阿部さんだけっていうのは分かる。残り2分。さあ序盤の1分が経過、残り2分です。さあトップ阿部選手、オレンジ色のホンダ NSX、 後ろでカストロールスープラがチャンスを伺います。まあ、チャンスというか一応これ予選やねんけどね。ほんで3番手に水越、4番手割ったん。さあ残り時間は1分30秒。さあ守りきれるかトップ阿部。2番手上松が背後 0.3秒。3番手に単独水越、4番手ワッタン。さあ残りは1分10秒です。3分間周回レース、2分が経過しようというところ。依然トップ、おっとっと、さあトップグループ阿部上松完全テールツーノーズ。残り60秒。さあ初期型ホンダ NSX で新型 GR スープラを抑えることができるのか。さあ残りは50秒です。おっと、さあ2コーナー上松が右。さあこれで水越が2番手に浮上。これは阿部選手チャンスだ。さあトップ阿部、オレンジ色のマシン、現在ストレートから1コーナー。さあ水越が猛然と追う。その後ろ上松、残り時間30秒です。残り30秒。さあこれで水越、上松、
2番3番争いだ。残り20秒。さあ残り10秒。さあ間もう一周どうだ。ギリギリのところ入った。タイムアップ三越上松ゴール。さあベース選手がファイナルラップ、ワンタンゴール。レース続行中、レース続行中。ドライバーの方動かないでくださいね。はい、いいでしょ。これで澤部選手が15ラップ3分12秒72でゴール。はい、集計出ます。 A グループ、 B グループは予選走行結果掲示板出ております。はい、ではご準備ください、ご準備ください。登竜門カップ決勝レース、はい、じゃあ6台ですので3番グリッドから、3番グリッド、ポールポジション上松選手、4番グリッド片山選手、5番グリッドワッタン、6番グリッド松江選手、7番グリッド松村選手、8番グリッドツーパーパ選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。はい、では参りたいと思います。登竜門カップ決勝 A グループ8分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ8分間頑張ってまいりましょう。さあトップで帰ってきます。上松、2番手片山、3番手ワッタン、4番手マセ、5番手ツーポパ、6番手松村。あっと赤ちゃんがミス。おっと、そこで抜けた。さあツーパパに、さあツーパパ混乱抜けて、あーボディはめてあげて、マーシャルハズちゃんの回収してボディ前はめてあげて、前、あ自分でやんの前外してる。さあ順位整理します。トップは上松、2番手ツーパパキープ。さあ決勝は同一周回を前が優先ですから、ワッタンが完璧に後ろで合わせてる。残り7分。さあトップ上松、2番手ワイドハッサンかツーパパ、3番手にワッタン、4番手にマセ、5番手こちらもワイドハッサンか松村、6番手に片山。おっとさあ2番手入れ替えたか。トップ上松これで2番手ワッタン、3番手にツーパパ後ろ 0.4 秒、4番手にマセ、5番手松村、6番手片山。さあ残り6分30秒です。残り6分30秒トップ上松が大きくリードオーバー展開。2番手ワッタンとの距離は 3.9 秒。3番手にツーパパキープ、いいですよ、このままいきましょう。4番手マセ、マルボロ、5番手片山グリーン、あ松村の前、いや松村呼んでへん可能性があるんだな。残り6分10秒です。残り6分10秒あ、読んでへんのか。まだ5番手松村、6番手片山。残り6分。さあレースは残り6分です。8分間の周回です。2分が経過いたしました。トップ上松、2番手ワッタン、3番手ツーパパ、4番手マセ、5番手松村、6番手片山。あいいですよ、いいですよ。ワイド初参加ツーパパ3位構想。さあ松村選手まだまだ分からない。レース残り時間5分30秒です。残り5分30秒さあ残り時間5分10秒です。トップ上松がイエローグリーンのマシン、現在計測からストレート1コーナーに入っていく。2番手、ワッタンが白赤黒、ワッタンが今2コーナー3コーナー、ラージアルが続くコーナー。3番手に2パパキープ、白赤ブルーの、アウディ R8 か。さあそして4番手にはマセ、マルボロ、
5番手に松村、6番手片山、残り時間4分40秒です。残り4分40秒、後ろトップです。イエローグリーントップ、アートグリーン点灯。さあ残り4分30秒です。さあ折り返し点が間もなく見えてくるというところ。さあトップは上松選手、イエローグリーンのマシン。残り4分さあ2番手に割ったんですね、白赤黒のマシン、ワタンがトップ上松選手の後方 7.3 秒、3番手にツーパパが 4.2 秒、4番手マセが 3.2 秒、いやこれでツーパパ縮めたか、 3.5 秒か、マセが 3.6 秒、松村まだまだ同一周回 1.9 秒、カズちゃんがマシントラブルで遅れてしまった。レース残り時間3分30秒です。レース残り時間3分30秒。さあ後半半分が過ぎまして、トップ上松、2番手ワッタン、3番手スーパパ、4番手マセ、5番手松村、6番手片山。さあおっと、さあマセがミスがついた。これで松村が前に出た。松村4番手に浮上。さあ残り時間3分です。8分間の周回レース5分が経過いたしました。レースは残り3分。石井さん、あの B グループの決勝ですけど、8分間やりたいですか？やりたい、やりたいというならもう、え？もうずっと後ろかもしれないね、8分間いやもう石井さんがやりたいって言ってくれないともう8分やりますよ、僕。いやいやでも店長が4分しか持たへんのか。僕はもう20分で持ちますけどねじゃあ B グループも今8分って決まりましたんで、さあそしてこの A グループの8分はどうなったのか。残り時間2分15秒です。残り2分15秒。おっと松村ミスが出たか。あークラッシュだった。さあ、あマシン、あノーコンか。ノーブルモロハの剣ですから、なかなかもういつノーコンが出るかわからない。残り2分です。レース残り2分。トップ上松、2番手ワッタン、3番手ツーパパ、4番手マセ、5番手松村、6番手片山。さあ残り2分切りまして1分50秒です。さあこれで再びマセ、4番手5番手松村、カズちゃんがやばい。さあ残り1分30秒です。なんだかんだで上松さんがめっちゃイケてますね。9.83 ベストに対してアベレージが 10.10。 本間さん切ってますね。さあ残り時間は1分です。まもなく残り1分。さあ8分間、長い長いバトルがやっと残り1分切りまして、残り60秒。さあトップはイエローグリーンのマシン、上松選手。さあ2番手のワッタンの背後まで来た。2番手ワッタン、そしてワイド初参加ツーパパ、依然3番手キープ。4番手にマセが4秒か、5番手松村がちょっと遅れたか、10秒差5番手、6番手に片山選手。残り30秒です。ラスト30秒。残り20秒。残り間もなく10秒。残り10秒。さあ間もなく8分経過。タイムアップ。まずはマセゴール、マッサンゴール、ウェマスゴール、あーゴールゴール、まだまだですよ。はい、停車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは
上松選手、2位ワッタン、3位に2パパ入りました。ナイスランでした。お疲れ様でした。早すぎるのでもう誰。いやいや、ナイスランですよ。もう8分がっつり走り切りましたもんね。パンチ上げたりいろいろされましたよ。あー、なるほど。ほんならやっぱ決勝ちょっと良くなりました。そう、やっぱりシャキッとして後半がちゃんと曲がります。なるほどなるほど、よかった。パンチってかあれですよね、あのステアリングフォールどっちかでしたっけ、サーボフォール、うん、あー、ステアリングパワー、うん、はい、では続きまして B グループ8分間周回です。ご準備ください。はい、ではトリウムカップ決勝 B グループ3番グリッドから水越選手、4番グリッド店長、5番グリッド、阿部選手、6番グリッドマーさん、7番グリッド岸井選手。はい、B グループはナローツーリングラッシャー寮で争われます。あ、これもういきなり8本走れへんかったとかね8本言うてた人が頼むでもう。はい、では参りたいと思います。まあ、どうせこの8分水越さんトップやろな8分ちょっと危ないな。まあ、どうせやっても水越さんがトップですけど。そうですねはい、スタート。さあ、長丁場の8分間最後に笑うのは誰か。どうぞどうぞ。これが激しい。あ、なんか阿部さん曲がってない？そんなことない？大丈夫？あ、なんかやっぱり具合が悪い。あ、文字外れた。ずれた。タイヤが落ちていました。さあ、ちょっとこれは痛い。さあ、これで1位水越、2位店長、3位岸、4位マー。おーっと、ミスった。これ店長来た。さあ、みんなチャンス。この後ろはおお、岸井さんが速い。店長岸井さんが速いわけではなかった。店長の車がちょっと遅かった。さあ、マーも来た。これ水越しどこまで逃げられるか。お、マーが来てる。マーが、あっ、マーが審査が見せてしまった。あ、これでトップ水越し、2位がマー、差は1秒。さあ、3位が店長。お、阿部さんが復帰してきた。さあ、1位、2位は、お、コンマ6秒。ちょっと縮まったか。お、マーが早いか。水越しピンチなのか。マーが早いのか。さあ、早いぞ。やばい、これ店長の口車に乗ると大変なことになる。さあ、残り6分。まだまだ時間ありますからね。これマーがじっくりこう水越さんを料理するのか、その間に店長が、おお、仕掛ける。マーが仕掛ける。まだ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 時間ありますからね。まだ5分以上ありますから。もう5分しかないです。いやいやいや、ものはいいよ。さあ、残りが5分30秒。まだまだ。長い8分。さあ、マーがずっとプレッシャーをかけ続け、おっと、危ない。ちょっと揺らいだ。さあ、どんどん店長を離れていってしまう。あー、マーが見せた。でも、まだ時間がいっぱいあるんで。まだ5分以上あります。店長、降下していいよ。さ、残りが、あー、残り5分。せっかくのチャンスが。ここけ始めるとハンドルが切れなくなってきますからね。さあ、おっとっとっと。さ、
順位は水越、まあ店長、あー、来てた。やばい。あ、これ水越さん楽になった。あ、そして店長がまあに近づいてきた。うん、でもまあ早い。さあ水越さんは楽々。残りが4分15秒出るとこ。水越さんがもう天、まあが吹き始めた。やばい。さあ残りが4分折り返し。まあがやばい。お店長チャンス。でもバーは早い。水越さんもミスった。さあ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 。何や笑いを読んでる。まあがやばい。残り3分30秒。もうぐちゃぐちゃだ。ミッシーが出たか。これで2位キッシー。さあこれ美味しかったな水越さん、そしてキッシーさん。さあ1位2位がこれでもう6秒あります。さあ残り3分、残り3分このまま走り切れるかどうかだけですね、これね。何事もなく走り切れば水越さん1位伊地さん2位ということになります。誰が1位って、これちょっとね、もう1位だいぶ離れてるんでね、これまさか、また伊地さんやばい、やばい、伊地さんが狙われてる。ああ水越さん、これ大事な場面、岸井さん追いつけるかもしれない。無理や。やばい。いや、あ、どっか行った。次のターゲットは誰か。水越さんで。一番仲も良くない。残りが2分10秒。さあこれで1位と2位の差は。3.4 秒、まあ何がちょっと縮まってますね。残り2分。さあ残りが2分。さあここでもどこまで詰められるのか。3位は店長、4位がまあ、5位が阿部。さあ水越さん、このまま何事もなく走り切れるか。さあアクシデントがなければ余裕でトップチェッカーになります。さあ1位2位の差 2.8 秒、それでも縮まっていますね、どんどん。ないとないが縮まってるんで、1位2位はどんどん縮まっています。縮まっています、 2.2 秒。さあ残りがでも1分20秒、これどこまで詰められるか。さあこれをプレッシャーを与えることができているか。さあどんどん縮まっている、少しずつ。さあさあさあ残りがもうすぐ1分になります。残り1分、残り60秒。さあ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 どこまで詰まる、もっと詰めていけるのか。水越さんは走り切れるか。ここでその差は2秒。なんで俺の方が出てないんですよ、なんでやろ。さあ残り40秒、1位2位の差、ここで止まった、2秒で詰まっている、これ以上詰まらないのか。さあもうミスなく走り切れるか。さあ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 残り30秒。お、店長マーが熱いか。店長がマーに煽られている。さあ残りが15秒といったところ、あと2周ぐらいかな。お、店長マーが揺さぶりをかける。さあ残り10秒。さあこれ水越さんファイナルラップ、これノーミスで走れば1位です。タイムアップ34分。店長マーゴール。おーおーおー、もう大丈夫か。さ
トップゴールは水越選手、2位岸井選手、3位店長でした。岸井さん負けましたわ。ただ言わせてください、もうね、 NSB19 町田バッテリーには勝てないです、僕のでは。はい、お疲れ様でした。 B グループ8分間終了で、では最後 C グループご準備ください。プロポのモデル間違えてませんか？さっきナロハした方、プロポのモデル大丈夫ですね。グリッドは3番グリッド上松選手、4番グリッド水越選手、5番グリッド阿部選手、6番グリッド渡田。コースマーシャルお願いしますよ。先ほどご走行いただいた方、コースマーシャルお願いします。で、ハンデ、まず若崎さんは2コーナーのとこからピットロード入ってもうて、ここで出てくるのを1回使用 OK です。で、逆に上松さんは一応ね、戻りを2回予定なんですが、戻り2回予定なんですけど、水越さんがノンミスで走ってたら到底追いつけない感じなんです。まあそれあの一応あ、なら上松さん、とりあえずあの3分経過の間に1回は使ってください。最後はあのまた残り1分で使うか使わへんか、またあの5を出しますんで。はい、ではよろしいですか。まあミスなど走ったらだけどね。なんもう水越さん圧勝ですわ。もうでは参りたいと思います。トリモカップ決勝 C グループ4分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。トリウムカップ決勝 C グループ。今の反応がすごかったよね。さあこれで一番おいしいハンデを若干潰され気味の、おっとさあちょっと波乱の展開。トップはトレの GTV のワッタン。さあピットロードジョーカーレーンをプラスジョーカーレーンを使って、さあこれで上松選手、あの1回は絶対使わなきゃあかんからね、マイナスジョーカーを1回使うのは必須ですから、さっき使っといた方がええような気するけどね。さあこれで上松選手が一気に最後尾、トップワッタン、2番手阿部、3番手水越。ここ潰しあったかんよ。2人であのトレノを追うんやで、やり合ったら喜ぶのトレノだけやで。さあトップは渡辺ですね、パンダトレノ。現在計測からストレート1コーナー、こちらのマシンがトップ。そして2番手にはオレンジ色のホンダ NSX 阿部、すぐ後ろ赤のスープラが水越、4番手に松津。さあ残り2分30秒。おっと、さあ阿部がやってしまう、おっとトップは頭やってしまった。いや水越阿部交代交代にやってしまう。こうなると喜ぶのは松津だけ。さあ残りは2分15。きついなこれ。これきついですね。上原さんは打ってもええで、何の権限もないであんたにていうか誰あーっとー、さあトップ転倒。さあ残りは2分です。残り2分。さあ上松が追いつけるのか。トップワッタン、現在1コーナー2コーナー。さあしかしトレの GTV なかなか危うい動きを見せている。2番手争い、阿部 VS 水越。さあオレンジと赤のマシン、あっ出ました。さあマシンお願いします。いったと思うんですよ。さあこれで上松が阿部との差まだ4秒1、残り時間レース残りが1分20秒。おっと上松ミスった。残りが1分15。上松さん決勝で電池しくってへん、うん、なあ、うん、予選より確実に遅いよな。確実に遅い、電池やな、うん、全然電池や。残り60秒。さあラスト1分です。依然トップはトレノ。
さあこれを追う水越、後方 2.6 秒。さあバッタンこのままいけるか、背後水越 2.3 秒、阿部がその後ろ 4.5 秒、マッツンがその後ろ同じく 4.5 秒。さあ残りは35秒です。お、これはバッタンいったか。さあプラスジョーカーレーンを有効に使って後方の焦りも誘いました。 1.5 秒、1位に 1.5 秒、レース残り20秒。逆にこれ割ったん決勝突っ込んだな、エーデンチ。さあ残り10秒です。残り10秒。さあ間もなくタイムアップ。だいぶ追いついたけど、レース途中。さあトップはワッタン、2位水越、3位阿部。はい、停車ゴールでーす。お疲れ様でした。以上にて本日の登竜門カップ終了でーす。